さんこんにちは。歌と手を使った手遊びをご紹介します。手遊びには子どもの成長につながるエッセンスがたくさん詰まっています。左右の手をバランスよく使うため、脳の活性化や体の動かし方が身につきます。また言葉を覚え、想像力が養われることでコミュニケーション力が向上し、心の安定にもつながります。皆さん一緒に楽しく遊びましょう。まず最初は結んで開いてです。2つの手をグーにして用意してください。結んで開いて、手を打って結んで、また開いて手を打って、その手を上に。結んで開いて、手を打って結んで、次は大きな栗の木の下でです。元気いっぱい手を挙げてください。大きな栗の木の下で、あなたと私仲良く遊びましょう。大きな栗の木の下で。最後はアンパン食パンです。両手をグーにして準備してくださいね。アンパン食パン、アンパン食パン、クリームパン、クリームパン、サンドイッチドーナツ、サンドイッチドーナツ、クロワッサン、クロワッサン。今回の手遊びはこれでおしまいです。またね。手遊びについてのお問い合わせは保育課保育園担当係までどうぞ。また区のホームページでは区立保育園の子育て情報を公開しています。ぜひご覧ください。